じゃあマイク・タイソンにボクシングのボクシングルールでは勝てなかったかもしれないですけど、生死をかけた戦い、それはやってみないかわからないけど、はい、目をついてみると、はい、筋切るんだけどね、はい、何でもありだったら、はい、死ぬ者狂いになったら人間はすごい力がある。はい、じゃあ次の質問に入りたいと思います。総帥が、極真にそのまま残っていたら、うん、どういった選手を育てていましたでしょうかって。大山先生の作った極真会館はやっぱりみんなで守んなきゃいけない、はい、来年は大山真っ二つ生誕100年歳だから、その時は一時休戦してみんなが仲良くなって終わったらそれぞれやってもいいと思うけどね、うん、やっぱりあの大山先生の遺族を大事にしなきゃいけないと思う。あ、遺族をないがしろにしたでしょ、はいはいはい、だから大山先生を悲しますことはしない方がいいね、うん、天国で見てるからね、はいはい、だから僕は三峰で大山先生の研修書を作った時に、うん、先生死んで3年経った時お墓参りに行こうと思ってお墓ないんだよ。あ、それで俺三峰作った。あ、なるほど。で大山先生の奥さんに遺骨をもらったわけ、はいはいはい、その後梶原先生の遺骨をもらったわけ。多分大山先生と梶原先生の遺骨を持ってるのは多分世界で俺一人だと思うよ。うん、あそこに大事に飾られてますもん ね隠れ場が侍のやることだからね。それは指導官の精神だからね、武士の集まりだからね。うん、じゃあもし総帥がそのまま極真に残っていたら、もう真の武士道を持った選手を育てていたかもしれない。うん、なるほどですね。もったいないよね、大山先生、誠を極めるね、はいはい、極真でしょ、はいはいはい。で先日のインタビューの最後の方でも言われてたんですけども、今の極真は狼から羊になってしまったと。羊の群れ、うん、めえなっちゃったんだよ。で仮にですけども、その羊になってしまった今の状態から、うん、狼の牙を取り戻すっていうふうになったら、うん、どういったことをすればその狼の牙を取り戻せますか。だから松井正家、まあ、本家二代目館長とまず緑賢治師範が仲良くなって、で野球もセ・リーグパ・リーグあるでしょ、はい、オールシリーズ、はい、ね、お互いに1年に1回やったんで、はい、切磋琢磨する、はい、大山先生も昔はあの一つにならなくてもバラバラでもいいってたわけ、はい、で亡くなる前に僕に戻れっつって、芦原師範指導官、佐藤塾、大道塾、大きいフェデレーションを作ろうとしてた。それはあの柳川さんに言われたんだ。あ、柳川次郎さん、柳川次郎さんに言われて、はい、大山先生は僕との約束してるわけで、最後に梶原先生の長男ジョー君の結婚式に、はい、大山先生亡くなる4月の26日ジョー君は3月19日結婚式、はい、で最後に大山先生やった時、そういうの戻れっつって俺と大山先生はそうできてたわけ、はい、話ができてた。できてた、はい、うん、で大山先生は俺を期待してたわけ、はい、だから大山先生はね、亡くなる前にゴングの熊子記者、はいはい、うん、取材に行ってるんですよ、はい、でなんであの黒崎芦原そういうの私のそばにいないのって、寂しかったと思うよ。ああ、なるほどですね。でその大山先生もやっぱりそのバラバラになって皆さんが一致団結するのを期待していたと。そうそう、来年生誕100年だからね、はい、休戦してね、はい、みんなが仲良くしてね、はい、勝ち負けにこだわらないの。あ、どこ勝っても負けても大山先生の弟子だから、はい、自分のわがままばっかり言ってないでね、はい、だこの間松井正家君と緑賢治君に、はい、三峰もお墓参り行って五穀にもお墓参り行きなさいって言ったの。あ、で松井君は行ってるってわけ、はい、緑君三峰行ってないんでも1月11日鏡開きあるんですよ、はい、大山先生は鏡開きの前に1月の4、5、6、三峰って合宿するわけ、はい、そこから始まるからね。あ、みんな知らないんだよね、はいはいはい、三峰の大事さね、はいはいはい、亡くなっても神道だったから、三峰神社の神主来てるからね、はいはいはい、でその大山先生がやってたことを大事にしてたことをまだ守ってやりなさいと。そうだからこれ大山先生のこれ三峰行った時のね松井君のほら同意書とかね、これそうだよ、これ三峰大山先生の奥さんって言ったのね、これ三峰神社作った時の、はい、これそうだ宮本君に見せたかったのね、はい、この管理したこれ三峰神社ね、はい、でこれほら松井君と大山先生奥さん仲良かったでしょ、あ、でこれ作ったんだこれ、
これなんか仲良かったの、ほらこうやって。ああ。で三峯神社にこれ作ったの。はい。だから三峯作って護国寺作ったわけ。その時あの緑ちゃんが700万ぐらい出したいって言ったよ。ああ。緑ちゃんは偉いんだよ。あ、これは大山先生の墓地墓石記念碑の許可書、同意書ですね、うん、で大山先生の奥さんのもあるんだよ、はいはいはい、大久保君は貸したかな、うん、こうやってやっぱり苦労して作ったでしょ、はいはいはい、これできないことを俺簡単にやっちゃったから、あで所沢二所を持ってったわけ、はいはい、三峯とこっちね、だから指導官は、まあ、松井君たち冬行ってるから夏行ってるわけね、この石は所だから持ってる、はいはい、こうやってしっかりしないで極真の名前にぶら下がっちゃダメなんだよ、大山先生の極真守んなきゃいけないんでしょ、あで俺から見ればみんな羊の群れになっちゃって、うん、自分たちのことしか考えないんだよ、大山先生に教わったことない人は極真の名前ぶら下がってるんだ、あ極真恥ずかしくなっちゃった、うん、でその大山先生の教えを守るためにみんなで一致団結をすると、うん、だ来年生誕100年だって言ってたからその時にみんなやらないとダメだね、じゃあそういうの総帥が呼びかける、大山先生難しいと思うけどね、うん、大山先生生誕 100周年に向けてみんなで一致団結しようと、うん、まさに空手オールスター、そうそう、あ素晴らしいですよ、勝ち負けにこだわらないといいんですよ、勝ち負けにこだわっちゃうとね勝った負けでは汚くなっちゃうから、うん、これもし実現したらすごいことになりますね、うん、まあ、期待せずにはいられない、海外はやってるんですよ、あ海外はみんなあの仲良くして、はいはい、オープントーナメントでね、はいはいはい、大山先生はフルコンタクトを作った人だから、はい、じゃあみんなで一致団結しようということですね、第1回の大会の時これ選手先生やったんですよ、あ先生、はい、で山崎に決勝戦負けたんですよ、はい、普通山崎第2回先生でしょ、はい、大山先生なぜか第2回もそういうのやれっつって選手先生続けてやったわけね、あ先生はなんか俺可愛がってくれたんですよ、ああなんかその話もすごく聞いた時は、ね、うん、あの小山先生はそういうの疎水のことを常にそばに置いていたと、うん、じゃあ次の質問に入りたいと思います、アントニオ猪木さんの話になるんですけども、うん、猪木さんはモハメド・アリと試合をする前に、うん、大山先生に指導を受けていたと、うん、これって本当なんですか、そう島さんが池袋連れてきたの、俺そばにいたから、はい、で猪木さんはあのクッと落としてローキックしちゃったでしょ、はい、あの人はすごいなと、あれを円錐切りにしたんじゃないですか、あその時小山先生と一緒に稽古したわけ、うん、で自分の弟子の稽古行った野口君とかね、はい、SP になったらいいんですよ、はい、で島さんと仲良く、その時俺初めて猪木さんと知り合ったわけ、もともと猪木さんと仲いいんだもん、あ柏作れってやった時、はい、来て一緒に練習してね、あの時はもうルールががんじがらめになって、うん、もう寝ながら蹴るしかないっていうふうになったんですけど、 その中でできたアリキックっていう伝説の技、うん、あれはじゃあ大山先生に教わったってやつ、そう、あその場に一緒にいて稽古して、はい、あそうなんですね、うん、じゃあ総帥も一緒に稽古して完成させたのがアリキック、そうで島さんが連れてきたの、はいはい、島さんが猪木さんを連れてきたと、そうそう、で大山先生に教えてくれた、そうそう、で総帥と一緒に練習してやると、猪木さんのお兄さんがあのブラジルで空手協会の偉いんですよ、はい、で自分と仲いいんですよ、はい、猪木さんの空手をやった時、その教わった時に、うん、猪木さんの空手センスっていうのはどうでしょう、やっぱりすごいなと思いましたよ、あ、うん、陸上選手だったもっとね、はいはいはい、猪木さんはすごく体が柔らかいっていうことで有名なんですけども、うん、その関節とかダブルジョイントって言ってなかなかそのサブミッションも、はい、サブミッションも決まらないっていうのですごく有名なんですけども、関節柔らかいですからね、はい、やっぱりそういう関節の柔らかさも空手に生きるものなんでしょうか、うん、やっぱりこの何でも柔らかいんですよ関節は、あもう空手のなを見るとこう力んでこう、うん、やった方がいいのかなっていうイメージもあるんですけども、うん、やっぱそこはやっぱ脱力してリラックスして打った方がいいんですよ、スピードなくなっちゃう、スピードなんですね、だリズムスピード、はい、スナップ、はい、リズム呼吸だから、はい、いくら強くても、はい、あの北尾選手みたいにいざ本番になると硬くなっちゃうじゃないですか、はい、だからリラックスして、ね、はい、あとスピードとスナップ、はい、肩のスパーンって切るスナップ、はいはい、なるほどですね、宮本君が俺が教えたら、はい、あのこの間 あのお相撲さんのやつとリベンジできてるのに俺教えて俺1ヶ月教えたらガラッと変わるよ、はい、
じゃあの時雷神に行く前に蘇生のところに来てもらえなかったですだからあの道着を投げるから、はい、練習しろよ。はい、ありがとうございます。はい、では次の質問に入りたいと思います。ちょっとこれはですね、ちょっとディープな話になってちょっと分かんないですけども、猪木ウィリー戦、先日のインタビューでもちょっと触れたんですけど、猪木ウィリー戦のその時の興行を実現するために2億円を出資してほしいと、うん、黒崎先生と小山茂師範が、うん、ニューヨークの聴導院大学さんのところにお金を借りに行ったと、うん、その金、その2億円のお金はまだ未返金だという話なんですが、これは本当なんですか？5000万5000万ですか、うん、2億円じゃなくて5000万。聴導院大学さん、松浦亮介っつって、はい、あの人はナミレっていう会社を持ってたの、はい、ですごい経営能力あったわけ。あ、それであの黒崎先生のこと、黒ちゃんって言うわけ。あ、5000万渡して返してくんないから黒ちゃんになっちゃったわけ、はい、あ、黒崎先生はお金を作ってきても返さないんだよ。石川貴夫みたいだから選手なんかはファイト前にあげないんだもん、使っちゃうんだもん。あ、でもそれでもああいう人はすごい少ないんだよ。あ、で梶原先生と組んで神格闘術やった、はい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 、で梶原先生はお金出した、はい、でもあのウイリを抱えるってことは、はい、結構お金かかるんですよ、はいはいはい、うん、話がね、はい、であの時も猪木さんも相当苦しくて、うん、あのカシアスクレーのファイトマネー作って自分ゼロだったでしょ、はい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 、で新馬さんも金作りしてたでしょ、はいはいはい、一旦見た目は興行っていうのは華やかに見えて、はい、お金が動いて、テレビやスポンサーついたら別なんですよ、はい、そうじゃない時は苦しい状態が続くんですよ。スポンサー出さなきゃいけない。あ、2億円じゃなくて、はい、5000万、5000万だったんですね、うん、まあ、それでも当時の紙幣価値でいうと、まあ、大体2億円近くなるのかな、ね、とかと思いますよね、うん、あ、じゃあこの話は本当だったんですね。そう、で空手オリンピックってやったの、賞金1000万、はいはい、でうちの宮越っていうのは決勝に上ってるわけ、はい、勝てば1000万なんだけど、はい、黒崎先生お金使っちゃったから、あ、その賞金を使っちゃったんですか？使っちゃったから、自分で使っちゃった、賞金にする1000万を使っちゃった、使っちゃった、だから なくなっちゃった。じゃあ優勝しても1000万もらえなかったんですか？もらえない、もらえない、だから試合しなかった。あ、しなかったんですか、うん、で最後高田県も借りられなくなっちゃった。あ、お金払わない、払わない、あ、使用料払わない、払わないから。だから結構格闘技の人はそういう人多いんですよ。うん、あのプロレスの世界でも、うん、長州さんがやった WJ っていう団体で長嶋克治さんっていう人がいたんですけども、うん、まあ後楽園ホールの使用料がちょっと足りなくて、そのまま後楽園の係員の人に監禁されたっていう時が事件があったのも確かですけど、長州さんの道場ビラこれ言ってんだよ。ああ、久我原の、そうそう、あの人、はい、すぐ潰れちゃったでしょ、はいはいはい、経営能力がなかったんだよね。レスラーとしてはすごいけど、はいはいはい、誰かいいマネージャーがつけばよかったかもしれない、打たなかったね。WGA っていうワールドジャパンプロレスっていうのがあったんですけども、それが北海道の方 あのパチンコ屋の方の谷町をつけてやったんですけども、やっぱり2億円を最初入れてダメになっちゃったんですよね。僕も旗揚げシリーズ1シリーズ出してもらっていろいろ入れてたんですけど、最初にすごい経費をかけすぎだったんですよね。まあすごく豪華な選手いっぱい呼んで、道場もすごい綺麗な道場だったし、旗揚げ戦が横浜アリーナですからね、横浜アリーナだから全国いろいろ回って行ったんですけど、工業の世界は難しいよ、うん、だから青道会館の石井館長が結局あそこまで経営持ってったじゃないですか、はいはい、で最終的な脱税で捕まってパンになっちゃったでしょ、はい、最初飯食えなくて、はい、足原ちゃんの、まあ、カバン持ちやすい、あ、その頃からよく彼知ってる。あ、この聴導院大学さんはマイケル・ジャクソンに、うん、五段をあの総帥の方からやってるんですけど、うん、その時に黒帯を渡した人、そうそうそう、あ、そうなの。マイケル・ジャクソンさんのなんか関係の人仲良かった、はいはいはい、でマイケル・ジャクソン来るから指導官が名誉ダイヤあげましょうって言ったわけ、はいはい、でマイケル・ジャクソンは空手が好きだったの。ああ、そうなんですね。 それであの松浦さんも聴導院大学さんも学生の時空手やってたの。あ、空手好きで、はい、武道家になりたかったの。あ、商売の方が忙しくなっちゃって、はいはいはい、波で行ったのね、はいはいはい、これの話はびっくりするけど、はい、後藤田正治さん、はい、警視総監、はい、政治家になったでしょ、はい、そのお金は松浦さんから言ってるんだよ。あ、そうなんですか、うん、政治資金として。そう、だから闇のお金が流れて、はい、後藤田さんは政治家になったんだよ、はい、面白いでしょこれ。まあ、面白いというか衝撃でこれを流していいのかちょっとあれですけど、聴導院大学さんも、はい、後藤田さんもそういう関係があったわけ。みんな世間の人は知らないんだよ。だ、裏の金も表の金もお金はお金だから流れるわけ、お金がね。で、工業の世界ってのは難しい、そこなんだね。なるほどですね。
はい、引き続きですね、それの総帥に対する質問は、大募集してますんで、質問ある方はぜひお越しください。よろしくお願いします。